後ろはお任せを。ほら、チーフ追うぞ。着陸地点が欲しいわ。あの基地を奪って。よし、端末へ行けばフォックストロット基地は私たちのものよ。UNSC の基地がまた一つ増えたわ。しかもバニッシュとのタワーの近くに。近づけば近づくほど UNSC の救援信号が強くなってる。発信源は内部よ。飛んでいくと思ったら大間違いですからね。わかりましたよ。何がいるんです？リークル投下確認、すぐ着きます。キャプテンレポート、 INF101 タイムスタンプ確認。暗号化ラムダ開発マン、パーマー中佐からスパルタン部隊の準備完了の報告を受けた。サーフォン中佐より歩兵と ODST 部隊も同様の報告だった。スパルタンロックはすでにブレーカートリップの次なる段階に取り掛かっているが、そろそろ運が尽きないか心配でならない。もちろん楽しい日課のことも忘れるわけにはいかない。ハルゼ博士との打ち合わせだ。博士は確かに得難い人材だが、コストが際限なく膨らみ続けている。タワーとは随分つつましい名前よね。あそこを見て、信号はあの大きな建物から出ているわ。てっぺんのどこかよ。入る方法を見つけないと。全滅したら信じてました。チーフ、ここから出してください。俺は絶対に情報を漏らさない。死ぬ準備はいい？スタンバイ。
ました。心から感謝します、チーフ。償いをさせてやる。すぐ後ろにいます。封鎖命令の解除なんて簡単よ。見てて。3、2、1。よし。あら、どうした。ここ、さっきあったエリート着ロックってやつが管理している尋問のための施設だわ。あいつの評判は最悪よ。俺もだ。重力リフトを手動で動かさないとダメね。マフにマークしたわ。ここは交流施設だね。オレは着ロックの店へ連れて行かれた後、生産の館と呼ばれている場所へ移されるの。なんていうか、君のオレ、バニシュトらしい名前よね。撃ってきた。戦え。
またスパルタンのアーマーが救援信号の発信源よ。遅かったみたい。展開式脅威センサーだわ。探知したターゲットを追尾、表示するみたい。役に立つかも。このアーマーはハドソン・グリフィンというスパルタンのものよ。センサーのログからするとアーマーを剥がされた時はまだ生きてたみたい。望み薄だけど生存しているかも。ここが貴様の墓場だ。貴様の秘密を話してもらうぞ。私の居場所が分かるか。もうかなり。壁が、警戒して、いきなり来るわよ。
出してあげないと。停止させろ。やってる。オーケー。待って、今解放するわ。あんたが生きていたとは。チーフ、バニッシュという。止めようとした。止めようと。落ち着け、心配ない。バニッシュとめ、奴らがオイスと呼ぶ何かがある。それしか知らん。この北にある採掘場、私には無理。頼むな、あんたなら任せておけ。そいつはよかった。他のスパルタンだが、もう探してみよう。こちらエコー216、誰でもいい。落とせよ、繰り返す、落とせよ。チーフ、モーショントラッカーが動いてません。なんだこった。返事をしてください。チーフ、ねえ、応答してください。発信源は見つかったんですが、何を見つけたりせよ、持ち帰るかそこに残していくか、二つに一つです。聞こえますか。リングの採掘場、温室っていうのはきっとフォアランナーの施設よ。何探してるのかな。さあ行くぞ。